町会は、平安時代後期の熊野三山の車窓で、上方2年に15代熊野別当に部任され、亡くなるまで48年もの長きにわたって、熊野別当の地位にあったという。町会は、漢字4年に、白河院の熊野みゆの際の校により、熊野別当としては初めて北京に除せられ、さらに、熊野別当の上に置かれた初代の熊野三山剣業に、みゆの先達を務めた。 温情寺相の贈与が不任されたことにより、熊野三山は中央寺社勢力の秩序の中に組み込まれた。また同時に、紀の国二家軍殿爆五家所号百余町もしくは、一家軍殿幕百余町が熊野三山に寄進されたことにより、その財政的基礎が確立した。さらに、昇海は、永久2年に朝廷の命を受け、諸国運上物を盗み取っていた。 南海道海賊について調べ、南海道の海賊たちへの統制を強めた。A 級4年、白川院の2回目の熊野美幸の校を称され、方言に奨励された。A 級5年には、白川院の3回目の熊野美幸に再し熊野小山で、遠く用したことを称され、法院に奨励された。なお、熊野三山,山,山では、町会の高齢化と熊野別当化内部の人事バランス、 その他の必要性などから、別当補佐役として、県別当職が新しく設置されたようである。初代県別当かどうかはわからないが、町会別当の下で、県別当を務めていた人物として元長元年の、半さんもしくは、現役2年の半村の名が知られている。町会の没年については、所山演技初集熊野山元宮別当次第に保安4年とあるが、熊野別当代々次第や、 総合部人昇工官房に保安三年とあり、諸資料館で一致を見ない。町会のことして、熊野別当代々次第に男子六人、女子三人と記されているが、確実なのは二男、長乗三男町、県、四男深司会、五男、半会の男子四人だけである。去年八十六。ありがとうございます。